こんにちは。ストーンイーリス虹チャンネルへようこそ。パワーストーンセラピストのなつきです。本題に入る前に、一つストーンイーリスのネットショップについてなんですが、たくさんのご注文本当に感謝しています。ありがとうございます。で、時々ですね、ショップの受注メールが届いていない方がいらっしゃるようなんですね。迷惑メールに入っていたり、拒否設定にしている場合もあるので、もしショップから何のメールも届かない場合は、一度ショップにメールしていただければと思います。よろしくお願いいたします。はい。で、今回はですね、並木さんのセミナーを聞いてすごく腑に落ちて分かりやすかったので、その部分をシェアしていきたいと思います。正直私も統合について 100% 分かるまでには至っていませんでした。でも今回のお話でやっと9割くらい理解できたので、あとは実践が伴うかどうかです。ということで、今日は具体的な例をいくつか挙げて解説していきたいと思います。まず、私たちはもともと完璧で完全な存在です。その完全な存在というのが私たちのハイヤーセルフ、つまり高次元の自分ですよね。ハイヤーセルフは本来の自分自身、この高次元の自分がインスピレーションやワクワクを心に与えてくれます。もともと私たちがいた高次元の世界は波動が高いので、何でもできますし、何でも叶う世界です。私たちはそんな何でもできる、何でも叶う、愛と調和しかない軽い世界から、不自由で簡単にはできない重い世界を体験したくて、わざわざ波動を重くして周波数を落として、この次元の低い地球に生まれてきました。私たちは高次元では味わうことができない苦労や不安や恐怖など、あらゆるネガティブな感情を体験したくて、自分で望んで地球に来ました。つまりそれが眠った状態ということです。そして私たちはいつの間にかそんなこともすっかり忘れて、どっぷりと三次元世界に飲み込まれて、本当の自分を思い出せなくなってしまったんですね。で、その結果、私たちの住む三次元の世界はとことん落ちるところまで落ち、地球は住めなくなる寸前まで破壊され、この度運命の2020年を迎えました。そんな2020年、目を覚ますと決めた人や目を覚ましたいと思っている人、たくさんいると思いますが、現実社会で生きていると、いまいち統合の捉え方やブロック解除の意味がよくわからない、ピンとこないという方も多いと思います。わかりやすく例えて言うならば、海の中に沈むとき、軽くてうまく沈むことができませんよね。そこで重りをつけるとどんどん下に沈みます。それと一緒で、不安、怒り、恐れなどというネガティブな重りをつけて、私たちは地球に降りてきました。なので、この不安、怒り、恐れなどの重りを一つ一つ外していけば、おのずと軽くなり浮上していくという原理です。もともと持っていない周波数なので、外していくとありのままの自分に近づいていきます。理論的には、このもともと持っていなかった重い周波数を外す作業をすればいいだけなんですね。それを外すきっかけやチャンスが日々の生活の中に散りばめられているというわけですが、でも毎日いろんな出来事が起こるので、それをどういうふうに捉えて外していけばいいのかがよくわからないんですよね。人によっていろんな出来事で現れると思います。子供や旦那に対するイライラだったり、母親、会社の同僚、上司だったり、さらにはお金のトラブルだったり、親の介護、病気や怪我、事故など、ありとあらゆる出来事です。それらは全部、あなたに重りを外すチャンスが与えられていると考えてください、といつも並木さんは言っています。もっとわかりやすく説明すると、例えば母親が自分に対して小言がうるさい、顔を合わせれば小言を言われ、いつも喧嘩になる、あの母親の小言どうにかならないだろうかと母親に問題をくっつけるのではなく、自分が母親にこうさせているんだと捉えて、今心の中にあるモヤモヤを形にして外していく。毎回毎回モヤモヤやイライラが出てくるたびに、自分がそうさせているんだと考え、形にしてブロックを外していく作業をする
すると外すたびに軽くなり、少しずつ違うパラレルにあなたは移行していくことになります。すると母親もそのパラレルのバージョンアップした母親になっているので、小言の多かった最初の次元の母親とは違う別の母親になっているということです。あなたの次元が上がれば、相手もその次元の相手になります。もっと言えば、軽い次元には重い次元のものは存在できないので、おのずと周りで起こる出来事も変わってきます。さらに具体的に言うと、例えばあなたが相手にタバコをやめてほしくて、私タバコ嫌いだからやめてほしいんだよねと言ったとします。でも相手は、俺はタバコが好きだからやめる気はないと言ったとします。普通はここで喧嘩になりますよね。そうではなく、やめる気はないと言われたら、あっそうって終わりで、あなたはそこで出てきたムカつくとかいう負の感情を形にして手放す。数日後、あなたはまたやっぱりタバコやめてほしいんだよねと相手に自分の気持ちを伝えます。この前も言ったけど、やめる気はないとまた言われたら、あっそう、これで終わり。そしてまた出てきた負の感情を手放す。これを繰り返していると、だんだん相手のタバコの本数が減っていったり、いつの間にかやめていたりして、現実が変わっていくということです。その周波数を持っているから使う場面が出てくるんですね。だから、その周波数を握っていないで手を離す。その周波数さえ持っていなければ使いたくても使えないということなんです。わかりやすく言えば、昔から読んでいたホラー漫画があるとします。大好きでよく読んでいましたが、さすがにもう飽きたので捨てようと決心して手放します。またそのホラー漫画が読みたいなと思っても、手元にはないので、もう読みたくても読むことができません。そんな感じです。その周波数を持っているということは、手放すまで使う場面が何度も訪れるということです。だから、いらなくなった周波数はその場で使わずに淡々と手放していけばいいだけです。広い視点で考えると、日本国内や世界で起こっている出来事も同じです。例えば国や政治に関してもそう。安倍総理の発言や国の政策に怒りが湧いてきたり、文句が出てきたら、あ、これも安倍総理に私がそうさせているんだなと捉えて、その心の中にあるモヤモヤを形にしてブロックを外していくだけ。これをみんながやると、集合意識が変わり、映し出す社会の情勢が変わり、日本はもちろん世界も変わっていくんだそうです。だから、コロナはいつ収束するんですかと聞かれたら、私たちの意識が変わらない限り終わらないという答えになるそうです。もちろんコロちゃんに対しても考え方は一緒。コロちゃんのことで仕事を失ったり、収入が途絶えたり、苦しいことに直面し絶望している人もいるかもしれません。でもこれもコロちゃんのせいではなく、私が起こしていると捉えて、心の中にある苦しさ、悲しさ、もどかしさ、絶望感を形にして手放していく。心に湧いてくるモヤモヤを外していく。すると次元がどんどん上がって、あなたの現実が変わっていきますと並木さんは言っていました。他にも、例えば今盛んにあちこちで聞こえてくる陰謀論、これに関してもやることは一緒です。この陰謀のせい、闇の連中のせいで世界はこんなことになったと思うのも違うそうです。確かに陰謀はあるし、真実の捏造や嘘などはあるけど、そこに入り込んで頭を突っ込んでは意味がない。それを知ることによって、意識を変えるきっかけ、目を覚ますきっかけにするならいいけど、その陰謀論に頭を突っ込んで、その出来事に意味を持たせたり、どんどん入り込んでいったら本末転倒ですと言っています。陰謀や闇の真実を知っても、あなたの意識が変わらなければ何の意味もないこと。そして闇は知りすぎると嫌な気分になって落ち込んで波動が下がるので、深く掘り下げるのはやはりやめた方がいいでしょう。この世の闇は深いです。掘れば掘るほど出てくる底なし沼のようです。うっかりハマると気づかないうちにあなたの波動を下げるだけなので、ここは目を覚ますきっかけ程度に留めておくことをお勧めします。
もしも陰謀や闇を知って心に何かネガティブな感情が出てきたら、形にして淡々と手放していきましょう。そして今後は自分軸をしっかり持って情報の取捨選択をしていけば問題ありません。なのでついついやりがちなコロナのせい、政治のせい、安倍総理のせい、陰謀や闇のせいと外側の出来事のせいにしたり、出来事に意味を持たせていたら、いつまで経ってもその不安や苦しみから抜けることはできないそうです。目の前に映し出されている現実をいじろうとするのではなく、自分自身を統合していく。自分が統合されていけば心もすっきりしてきて、ごちゃごちゃしていた現実もすっきりしてくるそうです。バシャールもよくありのままの自分になるという表現をしますが、ありのままの自分になるということは、自分のものではないくっつけてきた周波数を外していき、本来の高次元の自分になるということです。一つ一つくっつけてきた重たい荷物を下ろし、本来の自分に近づいていくとシンクロが起きやすくなります。それは本来の私たちはシンクロが起きるのは当たり前、願えば何でも叶うのが当たり前の世界だったからです。本来の自分に近づけば近づくほど願いが叶うスピードが上がるというのは当たり前のことなんです。つまりは今の自分は本当の自分ではないんですよね。だから本来持っている力が発揮できない状態なんです。自分が作り出した幻想の世界で仮面をかぶって別の自分を演じているような役者のようなものです。いわば映画のスクリーンの中で悲劇のヒロインを演じているようなものなので、さっさとそれに気づいてスクリーンから出て本来の自分に戻れば、今起こっている問題はあっという間になくなるでしょう。なので本来持っていなかった重い周波数をどんどん形にして手放していくだけです。イライラや不安や違和感が湧き上がってきたら、やった、チャンスが来たと喜んで手放しましょう。ここまで来ると本当ゲームのようですね。今日は何個手放したと毎日正の字をつけていったら面白いかもしれません。気がついたら見える景色が変わり、シンクロだらけになっているかもしれません。私も相変わらず鳥肌もんの驚きのシンクロが周りで起きています。で、肝心の統合の仕方、ブロック解除の方法ですが、こちらもたくさんの人がやり方を説明しているので、潜在意識、ブロック解除などで検索して自分に合った方法を選んでくださいね。並木さんはもちろん、インドのアキコさんやバシャールのやり方などたくさんありますので、ぜひ積極的にやってみてください。話はガラリと変わりますが、皆さんバクチャーってご存知ですか？私も YouTube 動画で紹介されているのを見て知ったんですが、とても地球環境にいいものなんです。初めてその動画を見た時は、あまりの威力に神様からのプレゼントかと思うほど感動しました。いつか紹介したいと思っていたんですけど、忙しく忘れていたんですが、前回の動画でバクチャートイレで使っていますというコメントがあり、あ、これはそろそろみんなに広めなさいということかなと思い、早速私も購入してトイレで使い始めました。ここではあえて内容は詳しくご紹介しませんが、多くの方がバクチャーを使うことによって、自分たちで汚してきた海や川を元に戻すことができると思いますし、世界中にこれから広がっていくのではないかと期待しています。きっとここにも宇宙の後押しが入るはず。それくらい素晴らしいものなんです。なので、地球環境のために何かしたいと考えている方は、ぜひ動画をご覧になってみてください。また概要欄に URL を貼っておきますので、どれくらい威力があるのか自分の目で見て驚いていただければと思います。はい、ということで今回は以上となります。では本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。